いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、メルセデス・ベンツ S300 ハイブリッドロングを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、ボンネット、右フロントドア、右リアドア複数箇所、左フロントフェンダーに線傷、すべてのアルミホイル、すべてのドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては約5万1000キロ走ってるお車です。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。メルセデス・ベンツ S クラスの中でも高い燃費性能を発揮する S300 ハイブリッドロングでございます。こちらのお車に関しましては AMG ラインが装備されておりますので、AMG スタイリングパッケージや純正19インチのアルミホイルなどが装備され、スポーティーな仕上がりの一台となっております。またインテリアに関しましては、純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、パノラミックスライディングルーフなど、メルセデス・ベンツ S クラスらしい数多くの快適装備が備わっております。ヘッドライトに関しましてはLED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 2.1 リッター直列4気筒のディーゼルターボエンジンとモーターが組み合わさり、エンジンに関しましては204馬力、モーター出力に関しましては27馬力となっております。また足元に関しましては純正の19インチアルミホイルが装備され、足元からもスポーティーな印象を受ける一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、安全性、視認性ともに優れたデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と加工された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ではエンジンを始動します。ETC カードが挿入されていません。ステアリングに関しましては3本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールが用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。また走行モードに関しましてはエコ、スポーツモードが用意されており、サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはシートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能となっております。
続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが使用感がございます。こちらのお車に関しましてはロングボディのお車ということで、後部座席広々と加工された1台です。後部座席にもシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカー、パノラミックスライディングルーフが装備されておりますので、快適性もしっかりと加工されております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2016年モデルメルセデスベンツ S300 ハイブリッドロングを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約5万1000キロ走ってるお車です。美しいエクステリアデザインと上品なインテリアが魅力のメルセデスベンツ S クラスでございます。こちらのお車に関しましては S300 ハイブリッドロングということで、ディーゼルターボエンジンとモーターが組み合わさり、高い燃費性能を発揮する1台となっております。またこちらのお車にはレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。